腸壁の一般的構造グランド分泌腺、ムスクラリスムコサ粘膜筋板、サブマコッサ粘膜下層、サーキュラーマッスル感情筋、または、臨場筋、ロンギチューディナルマッスル重層筋、セロサ小膜、ルーメン内空、パラトニウム。腹膜、メッセンタリー腸間膜、ブルナー、S グランズブルナー腺、クリプトオブリーベルクーングランドリーベル級に線昇化。 チューブラーグランド環状線、ビリー重毛、ムコサ粘膜結腸ポリイープの一種であり、結腸癌の全癌症状である、環状選手の顕微鏡写真。通常の結腸粘膜は右側に見られる。H&E 染色腸粘膜は、腸壁の一部を形成し、機能解剖学的に機能に特化した一般の組織と、少し異なった形状を有している。 障壁は四つの同軸上の層に分けられる。粘膜は内部もしくは管内の空間を囲っている。消化管の最内層を形成している。この層は食べ物と直接接し、消化において重要な吸収と分泌を担っている。粘膜は次のように分けられる。粘膜は消化管の各器官において消化に特に特化している。 例えば胃のように低い pH に接したり、小腸においては数多くの異なる物質を吸収したり、大腸では比較的大量の水を吸収したりしている。これらの機械の粘膜の構造は一常化のような分泌腺が貫入していたり、表面積を増大させるためにだ構造の超重毛になっていたり、様々な必要性に対応している。粘膜下層は 大血管やリンパ管や粘膜や筋層に枝分かれした神経を有した不規則な緻密層の結合組織で形成されている。粘膜下層は粘膜筋板の内側に位置するマイスナー層、腸筋神経層も含んでいる。筋層は内側の環状筋と重層筋で形成されている。環状筋は食べ物が後戻りさせない機能があり、重層筋は 消化管を縮める機能がある。これらの層はよく連携した縮小運動である前動を行い、消化管内で混沌となった食べ物の塊を前進させる役割を持つ。二つの筋層の間には筋層間神経層がある。外膜は上皮のいくつかの層で形成されている。外膜が腹管膜や腹膜に接している場所では、外膜は 進む膜ともに薄い結合組織層である中皮で覆われている。ありがとうございます。